皆さんこんにちは。フォーユーザーズ株式会社 SEO コンサルタントの井端です。本日はですね、まあノークエリーって言い方もするんですけど、私はあんまりノークエリーって言い方は好きじゃないんで使わないんですけど、ノークエリー、まあつまりですね、調べ物のキーワードで SEO1 位になってどうやって儲けるのかっていう話をしようと思います。例えば調べ物のキーワード、ノークエリーって言い方もするんですけれども、例えば私だったら英語秋って検索すると、おそらく私がもう 5,6 年前に書いた記事ですけど、まだ1位だと思います。英語秋で1位なんですけども、皆さん英語秋ですよ、これで SEO1 位になっても儲かるイメージありますか？ないですよね。で、そういった調べ物のキーワードってアクセス数は多いけれども、お金にならないキーワードってたくさんあると思うんですよ。でもこれやり方一つで収益に貢献することができるので、その辺の話を今日していきたいなと思います。例えばですね、私の考え方なんですけれども、英語秋って検索する人の中には、まあ、多くは、まあ、その瞬間だけ知りたいと、あれフォールだったかな、オータムだったかな、その瞬間だけ調べる人もいるんですけれども、でも英語勉強中の人っていう人も多分にいますよね。なので調べ物キーワードでもターゲットが含まれてればいいっていう考え方なんですね。どういうことかというと、英語秋でアクセス数がもう結構あったんですよ。ちょっと今そのアクセス数が見れるわけないんで分かんないんですけれども、英語秋でもアクセス数が1万とかあったんですね、1ヶ月。ただしお金にならないなって。でもこれね、昔担当だった時アクセス解析してみるとそうでもなかったんですよ。例えば英語秋の記事の中には、そこにブログだったら、あのその他の人気記事とか最近の記事とかっていうカテゴリーが出てくるじゃないですか。あるいはフッターとかにもいろいろ他の記事への誘導とかってあるじゃないですか。でそこでクリックして結果他でコンバージョンする人っていうのがいたんですよ。だからアクセス数の多い記事っていうのは、実はターゲット層が同じだったら他への記事に誘導するユーザーっていうのが一定数いるんですね。なので、あの他の記事に、英語空きで他の例えば日常英会話とかビジネス英語とか、そういった記事に行かせてコンバージョンするっていったことがあります。そしてもう一つ、実はですね、これが企業のウェブマーケターとしての、まあ、僕の裏技でもあるんですけれども、フッター部分にあの CTA コールトゥアクション、まあこれ何かっていうとコンバージョンポイントですね。例えば企業だったら資料請求とかホワイトペーパーダウンロードとかってあるじゃないですか。そういったコンバージョンポイントを下の方に置きますよね。まあ詳しくはこちら、詳しくはこちら、詳しくはこちらとか、まあそのフッターのところにコンバージョンポイント、まあここでは CTA って言い方するんですけれども、通常ですねブログ記事があって、そして CTA は1個置く企業がほとんどなんですね。何かのキーワードで書いて CTA を1個置く。しかしですね、例えばこの CTA って人によって何が刺さるか分かんないんですよ。なのでこの CTA を複数用意するっていうパターンがあるんですね。例えば僕が英語ビジネスをやった時に、英語メールコースっていうコンバージョンポイント、例えば日常英会話っていうコンバージョンポイント、例えば英語面接対策っていうコンバージョンポイント、例えば英語プレゼン対策っていうコンバージョンポイント、企業によって売り物っていうのは複数ありますよね。そしてそれをブログのフッターで、今までは一つだったのを複数並べてみる。そうすると調べ物キーワードが生きてくるんですよ。なぜなら調べ物キーワードっていうのは SEO 上位取りやすい、そしてアクセス数が多い、そして実はこの英語秋も日常英会話もメール英語英会話スクールって検索する人も広い意味でターゲットを含んでるんですね。なのでこのブログのフッターの CTA のところに複数コンバージョンポイントを並べることで、調べ物がキーワードの人はアクセス数が多いので、その中には興味を持つ人っていうのが出てくるんですね。だから皆さんね、特に企業担当者とか、まあアフィリエイターもいるかもしれないですけどね、お金になるキーワードだけを攻めていくんではなくて、このように流入数の多い調べ物キーワードでも上位を取る、そして複数のオファリング、コンバージョンポイント CTA、 言い方は何でもいいですよ、複数置くことで気になるユーザーも出てくるので、それを置くことで収益を取ることが可能なんですね。まとめます。今日は2つのやり方を話しました。1つは
他の記事に誘導する。ただしそれは別に無理やり誘導しなくても、フッターとかカテゴリーページがあると自然と誘導になります。そして2つ目はコンバージョンポイントをたくさん設置するといったことで、こういった調べ物のキーワードでも収益を得ることができるので、ぜひ皆さんも参考にしていただければなと思います。本日はどうやって調べ物のキーワードを収益化するかっていう話をしました。ぜひ皆さんの企業のブログ、アフィリエイトのブログ、副業のブログにも活かしていただければなと思います。本日はここまでです。どうもありがとうございました。